これは枠を捉えました。はい、はい、からサイドナイスキープ。ここは北高山ブラックブルーズギフ16番の神谷のナイスキープです。まあ、この両サイド意識づけているというところもあるかもしれませんが、決めた。ポストパス決めた。やっぱり一人の選手に負担が多いところ、しかし開けれないならこじ開けろ。6番の中島サレの得点、本日5点目。はい、決めた。今ちょっとボールウォッチャーというか、ちょっとプレーを見てしまいましたね。そうですね。サイド振る、決めた。飛騨高山ブラックブルーズギフ14番です。キム・ウヘから中央、決めた。3番平野真彩の得点です。本日5点目。ここで試合が終了。